私がここで死んだら帝国の野心を止める人は誰も。ここで死ぬわけにはいかない。死は永遠の灯台よ。逃げ場はないわ、灯台の守護者さん。何よあんた。まあいいわ、二人とも殺しておしまい。俺は一体。我と運命を共にする者よ、顔を上げよ。我は審判の目、ラグエル。我が声が届くは何時の。千年の眠りが何時という存在を生み出すとは。まずはこの場を切り抜ける。新たな姿を得て目覚めよ。邪魔者もまとめて始末なさい。何時の弓を掲げ、召喚の命を下せ。体が勝手に。暗黒に抗う使いたち、我が召喚に応え権限せよ。者ども迎撃用意。我は審判の矢、正義の名のもと愚かなる罪悪を罰そう。我は光明の涙、呼び声に導かれ罪ぶ。我が呼び声に応えよ。我は視線の花、命に応え暗黒に制裁を下さん。邪悪を滅します。帝国はあんたを許さないわよ。悪魔の痕跡が迫っている。終末は近い。この世界も気づかれたか。彼女たちは過去の残像だ。この世界に長くとどまることはできない。覚醒するのだ少年。この世界で信じられるのは汝ただ一人。覚醒。
使命ってなんだ？なあ、どういうことだ？さっきの力は消えたみたいだ。カッカ、ここは危険です。ひとまず離れましょう。まさかこんなところで旧友に会えるなんて意外な収穫だね。役立たずの人形はお試しに。世界の終わりというゲームもやっと面白くなってきたかな。どうして記憶がないんだ。自分が何者なのかもわからない。それにあの声は何なんだ。過去は汝には不要なもの。記憶を失った魂は新たに生まれ変わったのだ。少年よ、進み続けよ、戦い続けよ。この世界で糧を得て、愛する全てのために戦い、運命は間もなく覚醒する。青い稲妻と共に現れ、その手には変幻自在の弓。まるで神話のようだわ。君は？私はアビアと申します。先ほどは助けていただきありがとうございました。とある国の新女王戴冠式に向かうところだったのですが、途中で襲われてしまい。あまりここに長くいない方がいいでしょう。襲撃された時に護衛と離れ離れになったのですが、きっとまだ近くに。上等よ、かかってきなさい。今の声はベレット。どうしてこんな。ベレット、今行くわ。まだまだ帝国め許さないんだから。そりゃ死ぬ。後ろから狙うとは卑怯だ。私たちが相手です。大丈夫ですか？お嬢が無事なら私はへっちゃらよ。こいつらが急に襲ってきて、みんな反応する前にやられちゃって。お嬢、みんな私をかばって。この方が助けてくれなかったら私も危ないところでした。お嬢がそう言うなら心強い仲間ね。東大の守護者はシスベス。あいつらはどうしてアビアを狙っているんだ。あんた、お嬢と一緒に私の後ろにいなさい。こいつらは最強傭兵である私が片付けるわ。もうこれ以上誰も傷つけさせません。俺も戦う。私はプリーストです。私の治療術で傷口を癒しましょう。
傷が一瞬で消えた。これが私のスキルです。私たちの職業は異なり、スキルもそれぞれ特性があります。力を合わせればどんな戦いも切り抜けられるはずです。ベレット、頼みますよ。任せて。遠距離に弱いのも弱点です。私の魔法スペルで遠距離から攻撃して戦力を削ります。ベレット、ええ、とどめなら最強傭兵の私に任せてよ。計画をお持ちだ。父王とともに我が魂は王のもとに。これは危ない。黒いモヤは。カッカ、大丈夫ですか？みんな、大丈夫か？お嬢、物資が全部帝国の奴らにダメにされちゃったわ。なんとかしないと。あまり遠くへ行かないでください。敵はまだどこかに潜んでいるはずです。大丈夫、まずは手当てする場所を探しましょう。護衛なら私に任せて。向こうの空き地が良さそうね。少し休憩を取りましょうよ。え、火を起こしてもらえますか？私はこの方の手当てをします。ベレット、自分を責めないでください。私がもう少し強かったら結果は変わってたかもしれないわ。強くなりたいのならファロスの特製ポーションを試してみますか？新たな世界。やってみるわ。
私と話したい。おお、本当に強く実はまだ研究段階のものだったのですが、効果があって安心しました。アビア・バイエル、灯台に導かれあなたのもとに参上しました。新たな世界、新たな始まり。お嬢、カイトラで一番近い町まであと2日はかかるわ。物資はないし、追っ手も交わさないと。どうすればいいの？近くにキングスランドの聖堂があります。半日で着くはずです。ベレット、キングスランドの騎士団に救援信号を送ってください。夜のうちに進めば明日の朝には援軍と打ち合えるはずです。さすがお嬢、キングスランドの騎士と合流すれば一安心ね。ひよっこ、私たちについてくるつもりならぼーっとしてないでしっかり歩きなさいよ。そうだ、あんたの名前は？俺は何も覚えてないんだ、自分の名前すら。自分の名前もわからないって、とんだ鳥頭を拾ったようね。過去を失っても未来へ進む道は選べます。考えてみてください。閣下のお名前は？俺は、仲間の名前は忘れないんだから。これからは私の下で働くんだから、私のことは隊長って呼びなさい。いい？ああ、わかった、隊長。よし、このチームでいざ出発。私の記憶が正しければ前方のクローブ川を越えれば到着します。遺跡の上に建てられた新しい聖堂なんです。俺は自分が何者なのか、何のためにここにいるのか知りたい。ひよっこ、あんたのことは見捨てないから、とにかくこの何もないところを抜けてから考えましょう。このまま進めばキングスランドの聖堂です。お嬢、救援信号は今頃届いているはずよ。聖堂の中で助けを待ちましょう。信号は送りましたか？ちゃんと送ったわ。すぐに援軍が来るはずよ。やっぱり彼は伝説の視点の使いと似ているわ。俺の顔がどうかしたのか？我は審判の目ラグ。またあの声か。少し向こうで休んでくれ。待ってください。お嬢、気をつけて、気をつけて、様子がおかしいわ。黒いモヤをまとってる、前の追っ手の時と同じだ。
少年よ。ラグエルか。隠された真実、注意深く目を凝らせ。審判の目、覚醒。見える世界が変わった。これが審判の目の力か。同じように見える敵だが、属性はまるで違う。属性相性を利用してやる。前方の敵は水属性だ。俺の雷属性は有利になる。ベレットは火属性だから、右の雷属性の敵を頼む。最強傭兵の力を見せてやるわ。最後まで戦います。手を出すまでもない。屈服せよ。ランド王、獅子神王レオンハート、そして神王ジョン様がこの場を制してやった。さあ、助かった。獅子神王陛下は相変わらずかっこいいわ。これなら追ってもウルフも怖くないわね。救援信号を受けてすぐに立ったのだが、途中で死角に出くわして少々時間を取ってしまった。そちらは？勝敗は決しました。そこまでです。アビア殿の口から聞いたのでなければ、にわかに信じがたいことだ。帝国の刺客がこの大陸に入り込み、カイトゥラの北壁の守護獣がキングスランド領に侵入するとは。貴殿がいなければ大変なことになっていただろう。我からも礼を言う。
大したことじゃない。アビア殿から貴殿の話は聞いた。あの四天の使いの彫像と共鳴するとは驚きだ。貴殿の正体を知るには世界各地の遺跡を訪れるといいだろう。カイトゥラの神殿遺跡には四天の使いの壁画があるらしい。我々はカイトゥラの女王戴冠式に参加するつもりだ。女王に神殿遺跡の参観許可を得るとよいだろう。女王戴冠式、そうだ、アビアは何者なんだ？それについては我が盟友に直接聞くとよいだろう。やっとキングスランド騎士団と合流できたわ。これで帝国の資格は心配しなくていいわね。この平民が僕の水入れを返せ。あんた、お兄ちゃんは騙せてもこの私の鼻はごまかせないわよ。黙ってあげる代わりにこの妙にいい香りの壺はもらってくわ。おい、お前、そんなボロボロの剣で戦えるのか？はあ、これちょっとガタが来てるけど、ベレット様にとっちゃなんでもないわ。そんな生蔵じゃ戦いに影響が出るに決まってる。この僕が剣を恵んでやるからありがたく受け取るんだな。へえ、たまには気が利くじゃない。気が進まないけど使ってあげようかしら。私と話したいってわけね。いいわよ。この僕があげると言ったんだぞ。あら、思ったより使いやす。当然だ、この僕が撃った剣なのだからな。新たな世界アビア・バイエルと、なんだ平民。別に、ただのガキのくせして神王ってどういうことなの？キングスランドは二王制を採用しているんですよ。獅子神王陛下はご兄弟で南北キングスランドをそれぞれ統治しているんです。お前のような平民が立ってる土地はこの僕のものだ。なのに、兄上はまだ鍛錬が必要だだとか成長が足りないとか言って僕に権力を返さないんだ。僕は一人でできるのに。わかったわかったって、ジョン親王様。アビア殿が襲撃された時にあの者が空から現れて救ってくれたらしい。あいつが？あの身なりを見るに大したことなさそうだ。この僕にまるで及ばないな。見た目で人を判断する癖はいつになったら直すつもりだ？僕はただくっ、弟君との関係はまだ良くないのですか？軍を持たせてもらえないことを根に持っているのだ。だがあの子はまだ幼い。兄としてあの子に重荷は背負わせたくない。もしかしたら
我が獅子の一族に伝わる武器を譲れば、あの子も自身の責任に気づくかもしれない。何を送るかより誰が送るかの方が弟君にとっては重要だと思います。眉間なあ、さっき、そういえば閣下は私たちが知るこの大陸の西方は4つの、そして東西の中心、東西の大陸は私たちを覆うものが本戦争が、あまり深く考えず、まずは休息。戦争は政治の領域。ベレットは切り替えが早い。傭兵というのは生死の差。この平民がお前たちカイトゥラの北壁なんて。バカバカしい。北壁の王子、僕は見と、北壁の修繕にキング金を出してから、我らバーバリアしっかり壁を守って。おお、カイトゥラのバーバリア、はあ、北壁。今回の旅で西部各国の話で、ということはそれだ。カイトゥラのバーバリアンごと。あの戦士は本気だ。ジョンが危ない。はあ、もともとはあいつが突っかかったんじゃない。光属性だから。バーバリアンは手強いわ。全員のスキル。よし。
勝負はこのカイトラ王者ということ。そこのバーバリアンはこの僕に負けたんだ。ジョン、不敬で。東大の守護者、陽竜。陽竜王の姉様。陽竜王。お目にかかれて光栄です、王女様。先ほどは。アリシアの兵がカイトラの客人に無礼を。母上に戴冠式の件承知しました。そちらのキングスランドの客人は北壁とカイトラに随分とぶしつけな物言いをしておったようじゃの。嫌なやつじゃ。なんだと。じゃがここはカイトラ、ようこそ。ナナジ、ザコどもじゃ私の相手にならないわよ。そなたは妖竜王姉様のお友達かい？初めて会うはずじゃが、特にその前に聖堂の地。分かったのじゃ、アリシアについてく。初めて会ったはず。夜の私たちが王女様を。またチビちゃんたら足が速い。なあ、ベルの音なん。何言ってる。ふん、ノラ。うむ、アリシアもここが大好きなのじゃ。母上は昔四天の使いの。もちろんじゃ。暗闇を恐れた人々は助け合い。天啓の章第七章カイトラ三大使。うむ、我らルドヴィク。じゃがアリシアも明日にな。伝説の続きはまだあるのじゃ。あの壁画の左側が見えるかい？あれ、そして右側に。そなたは壁画のものと。あの壁画も王女様。それは終末の予言じゃ。悪魔の痕跡が迫っている。終末は近い。旧世界の鐘が再び鳴り響く。地獄の戦火に王国は焦土と化す。四天の使いは血の雨を破るだろう。目覚めよ。
我が使命を継承するのは何時ただ一人。身元確認中。視点師ラグエル様を感知しました。壁画封印解除。天球起動。ラグエル様、ようやくおいでになられ。待ってくれ、俺はラグエルじゃない。どういうこと？きっと誤解がある。なぜラグエル、ラグエル様に。状況を教えてくれ。罪をうがつ。逃げも隠れもしません。任せてくれ。逃がせない。状況を教えてくれ。ここで助ける。後ろに下がってなさい。最後まで戦います。私は逃げも隠れもしません。
確かにラグエル様の。それならあなたにラグエル様の召喚だと。暗黒に抗うつ。なんだここは。確かにラグエル様が。アリエルも視点の使いの。アリエルの使命はこの世界私たちを導き悪魔を知。悪魔を退け世界に。俺にそんなことができるのか。アリエル。アリエルは存在。アリエルは、アリエルはエネルギー最。この子たちを必要としてるお客さんに渡すのがフェリズショップの大目標。安物買いの銭失いなんてないない。全部お値打ちなんだぞ。この子たちを。
勇士たちよ、剣を掲げよ。お前たちの勇気と決意を示せ。教授より閣下の精神島滞在中は私がご案内するよう仰せられました。この私と話したいってわけね。いいわ。